こんにちは、塾の久保です、えー、今回ですね、ビジネスについてまた改めて一から考えていこうかなと思うんですよね。まあ、というのが、まあ、私の方はもうビジネスはかなり進んできてですね、まあ、ベテランの域に達してるんではないかなと思いますけども、まあ、でもね、今日の時点でビジネス初心者って方は必ずいらっしゃるんですよ。で明日もビジネス初心者ですって方は必ずいらっしゃると思います。まあ、ですんでね、 大雑把なビジネスの概念これを、まあ、10年ぐらいね、えー、このネットビジネスっていうものを通じて私が感じたことをちょっとお話ししていきたいなと思うんですが前提としてはねビジネスっていうのは提供をかける感謝なのかなと思うんですよ。提供をかける感謝っていうのはどういうことかっていうとまず提供は何を提供するかっていうとですねお金を払う人が持っていないスキル情報知識経験 こういったものを提供します、まあ、ですのでそこには情報のの格格差差なり経験の格差が存在すするわけですよ例えばビジネスに長けていると感じている私でもですね、まあ、全然素人同然の分野もあるわけですよじゃあ私でもね全く素人同然の分野に対してはお金を払ってでも学びたいと思ってるわけなんですよね、まあ、例えば医療とかっていうのもそうですよね 私は自分の体の不調を感じたら病院に行くんですよ。病院は医療技術医療知識を、まあ、その知識や情報のない方に提供してそして収入を得てますよね。私が病院に行くとどう感じるかっていうと自分でもできないこと自分ではできないことをやってもらってありがとうという気持ちでお金をお支払いします。 まあ、医療に従事されている方も確かに医療の分野では長けてるかもしれませんけどももしかしたら恋愛の分野とかねそれから資産運用の分野とか、うん、そのほか趣味スポーツ釣り健康もしかしたら車とかレジャーこういったものにはねお金をかけてるのかもしれませんね。うんまあ、そうなるとこの世の中っていうのはそれぞれの得意分野を生かして。 その自分の得分野がまだね初心者ですよまだちょっと未熟なんですよって方に対して提供することによって対価を得て成り立ってると思うんですよじゃあお金を払う人っていうのはどんな提供をしてるでしょうかまあこれは言うまでもなくお金を提供してますよねまあですんでこのビジネスにおけて販売する方と購入する方には 立場の差はないと思うんですけどもお互いがお互いに感謝する関係は成り立つんじゃないかなと思うんですよそしてプラスお互いがお互いに自分のないものをいただけるわけですからこの等価交換もしくは不等価交換の中でお互いに感謝もしてるんじゃないかなと思うんですよまあ私はね先日病院に来ましたけども非常に複雑な医療器具やで知識から編み出された診断ってものを カウンンセリングを耳にしてですね、いいや、ありがたいなと、新しい情報を手に入ったな確かに自分の疾患の原因が分かりそうだなというふうに感謝するわけですよ。で病院の先生も別に偉そうにしてるわけではなくてですねやっぱり一つは患者さんがいらっしゃるから成り立つところもあるし患者さんがいらっしゃるからまた医療の知識や経験が増し加わるところもありますんでありがたいなと思うところもあるんじゃないかなと思うんですよ。 でだいぶ前置きは長くなりましたけども今回ね吉谷さんが山田駐車場みたいなねところから映像を送ってくださいましたじゃあここにはねどんな感謝が埋め込まれているのかちょっと考えてみましょう例えば山田駐車場っていうところがね山田さんが作った駐車場かどうか分かりませんけども吉谷さんが素敵な景色を楽しむことができるのは一体誰のおかげなんでしょうかね、まあ、一つには大きく,く,くると BMW っていう車、これを作ってくれた方売ってくれた方関わってくださった方こういった無数の方々の提供により吉田さんがね青い素敵な車でドライブするっていうそのまあ希望はかなってるわけなんですよねこれが一つでもう一つは、まあ、車を動かすためにはいろんなエネルギー資源とかね輸入とか輸出に関わる方こういったのもいるでしょうねもう数えればきりがないです で、山田駐車場、この駐車場をはるか昔に作ってくださった方がいるんですよね。これは何もね吉谷さんのために作ったわけではないんですけども吉谷さんとと同じような状況の方の方たために作ったと思われてます素敵な景色を見るためにここで休憩して安全に運転をしていただきたい安全にまた旅立ってほしいという思いを込めて安全度の高い駐車場をね作ってくれたんでしょうね。まあ広くて まあ、トイレもあるかもしれない自動販売機もあるかもしれないそして転落しないような配慮もなされていて遠くまで見渡せるようなそんな場所にこの駐車場を作ったんじゃないかなと思いますよねいや感謝ですよね国土交通省ですかあの辺が関わってるとも思いますし地元の業者さんが何社も入れ替わり立ち替わりで作ってくれたんでしょうでこの道路や駐車場を作るためにガードマンさんも動員されたはずです、まあ、そう考えたら 本当に、ね、無数の方のおかげで吉田さんが「イエーイ!」って自撮りでね私たちに動画を送ってくれるってことになりますよねあそしてですね動画を撮って送るというこの行為も感謝の積み重ねですスマートフォンだって大勢の方がかかんないとできないですよそしてスマートフォンも売れ続けないと新作は出せないわけですよつまりは他の購入者さんとかね iPhone でだと思いますけども iPhone の他のファンの方も吉谷さんの素敵な動画を送信するのに貢献してるわけなんですよさあ、次はインターネットや電気のインフラのことですこういうのに変わってる方がいないとやっぱり吉谷さんがね余裕な人生を送ることもできないわけですよどっかではサラリーマンの方が定期的に仕事に行って通信や電気のインフラを作ってくださってえそして残業しながら少ない休日を 有効に使っっっててて日々を送ってくださってるこういった方のおかげで吉田さんのみんなこうすればいいのにみたいな暮らしも成り立ってるってことなんですよね。で私もそういういいことは、ね、全然忘れないんですよよくねネットビジネスを始めたての頃ってこんなことを言う人がいるんですよ。毎日ね決まった時間に満員電車に揺られて会社に行って律儀に予算をこなしてですねで上司の言うことを聞いて部下に突き上げられて。 そんな暮らしをね、20年、30年送って、なんかサラリーマンって自由がないよね。こんなことやってらんないからさ。今、自分はビジネスで、もう皆さんが出社するのと逆の方向に歩いてます。みんな家畜のように働いてるけども、俺みたいな暮らし、すごいでしょみたいなね。まあ、すごいでしょまで言わないんですけども、結局、そういうことだと思うんですよ。でも私、この発言を聞いてね、非常にね、思い上がってるなっていうふうに、初期の頃から感じてるんですよ。 というのがね、私たちみたいな情報をな、まあ、りわいにしているビジネスっていうのは大勢の方が普段の暮らしの中でねあんまり変わらない毎日を送ってくださってるからサラリーマンの方が世の中を支えてくださってるからだから成り立つんですよ。だってコツコツと毎日のようにスマートフォンを作ってる会社で毎日のように電気や通信を供給してくださる会社。 その他、道路を維持するメンテナンスの会社。まだまだありますけども、こういった日々同じようにコツ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 とその道だけをね、一生懸命改革してくださってる業者さんの方が無数にいらっしゃるから、だから私たちみたいに情報を扱うよみたいな商売が成り立つわけですよね。だから言ってみれば社会の上積みを取って、もう皆さんのおかげでなんとなくやらせてもらってるって感じなんですよ。うん、だからあんまりね、 偉そうなこととかね、自分だけの特別感っていうのは、持てなくなってきたっていうのがね、私の素直な気持ちですね。だから本当に毎日、ありがたいなと、うん。みんながみんなこの暮らしでできないし、本当ありがたいなと思うんですよ。でも逆にね、卑屈にもならないようにしてます。なぜなら、みんながみんな、吉谷さんとかね、私みたいな暮らしは確かにできないですよ。でも逆を言うと、みんながみんな、 電力会社に勤めたらどうなりますかとみんながみんなインターネットインフラの会社に勤めたらどうなりますみんながみんな駐車場を作る仕事をしてたらどうなりますとみんながみんな道路を使ってたら車を作っていたらどうなりますってことなんですよ。つまりはどの業界も一部の人によって全体を支えるという形が成り立っているのは変わらないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんでお互いの業種に敬意を表して 職業に寄せはないっていう形ができるのかなと思うんですよ。で、ちょっとね、妙な話をするんで、ここからねあの、ちょっと心して聞いていただきたいんですけども、ちょっと風俗関係、特に性風俗関係の方、ね、私の熟成さんにもいらっしゃいますし、吉田さんの熟成さんの中にもいらっしゃいます。性風俗関係の仕事っていうのは、今ではね、そんなに偏見にさらされることはないと思いますけども、ただ、多少のやっぱりね、うーん 思いはありますね私もね例えば風俗関係性風俗関係の方の仕事を否定はしないけどもじゃあ自分の身内がやると思ったらどうかって言ったらちょっと嫌ですね、うん、それはね他の仕事でも言えるんですよ、えー、例えばねうそうですねまあ軍人ですよね日本には軍隊はないですけども自衛隊員ですと素敵な仕事ですと確かに私は自衛隊の仕事を尊重してますけどもじゃあ実際ね 自分の子供が大人になって自衛隊に入りたいって言ったらどうかって言ったらやっぱ嫌ですね、うん、ちょっとこうじぐじたるものありますねもちろんそれでも軍人になる海軍に入るじゃあ長期の出張に海外に出るとなると私は見送るでしょうけどもでも心配で心配でもっと別の仕事は選べなかったのかなって思うかと思います、うん、でその性風俗の仕事もですね やっぱり社会の一遇を支えてるっていう意味ではまさに職業に規制はないと思うんですよ自衛隊のように日本の皆様の安全を守る仕事自衛隊っていうのは存在自体が国を守ってますからね抑止力ってやつでそして政府属関係の方ももしかしたら存在自体が社会を守ってる可能性があるんですよ私はねそういうふうに深掘りするんですよね例えばね私はちょっとあ,のあまり縁がなかったんですけども あのまあある男性がね男性を今回例にとりますけども男性が、えー、まあ恋愛を楽しんでる時にね彼女にフラちゃったとかねなかなか新しい彼女ができないって時にちょっとねまあ女性の肌が恋しくなってそれで性風俗とかに行くかもしれないんですよ。もしくは行かなくてもいざとなったら風俗があるさっていう気持ちで これ女性をね別にそれだけで見てるわけじゃないんですけども男性が女性を見るときに、まあ、そういったね肉体関係も一部考えてることはこれ否定できませんからね全部じゃないですよすぐに男性は全部そういうふうに考えるみたいな思う方がいますけどもそればっかりじゃないんですけどもね誤解なくそこは注釈入れさせてもらいますけどもでもいざとなったらまあ風俗行ってちょっと疲れを癒そうかなみたいなね気持ちがあるからあのリフレッシュして頑張っていけたりとかね 新しい恋愛に向かっていけたりする部分もあるかもしれないですよね。うんまあ、この辺あんまり言うとね、お前がそう思ってんのかって誤解されちゃうんで、<laughs> あんまり痛くないんですけどね、うん。やっぱこう、動画で放送してると、素直な気持ちを放送するとね、あのー、とてつもない鋭い意見をぶつけてくる方もいらっしゃって、切、え、り、ー、がないんでね。で、私は動画をたくさん出してるんで、はっきり言ってコメントを追い切れてないんですよ。だって、1年前の動画とか、3年前の動画とか、5年前の動画とかにもコメントつくわけですよ、日々。 だから毎日ね多い時には100件を超えるコメントの通知があるわけですよとてもじゃないけどもう手が出せませんのですいませんあの最近のはねなるべく最近のファンの方が見てらっしゃると思いますんで連絡をさせてもらったりするんですけどもねでも同時に古い動画に反応してくださる方にコメント返しすることによってねそっか塾っていう存在に安心感を持ってあまだやってるんですか5年前の動画にコメントしたらもうリアルタイムに返信来ましたよって そこはねコメントは私が100%お返しはできないし100%拝見することはできないんですけどもできる限り見てできる限り返信してるということでご容赦頂きたいと思いますけどもねでまあ、性風俗関係のことをね動画にするとどうしてもねあの男性は女性に対して偏見を持っているという偏見の目で見られるんでね、えー、まあ切りがなくなっちゃうんであの まあそうしてね、今の時点ではそういうことを考えてるけども、まあ、次の瞬間にはもう別の思考に至ってるかもしれないし違う意見を耳に入れることによって違う考えに進化することもありえますんで、まあ、そこはね人の思考っていうのは今日考えたことが未来英語をつくづくわけではありませんしあの崇高な考え方に一生たどり着けたいわけでもありませんのでねそこは固定せずに考えていきたいと思うんですよね。 さあ、それでビジネスの話、ね、戻りますけども、提供と感謝ってのは要するに、どんな方でも存在するだけで誰かに何かを与えているとも言えるんだろうなと思うんですよ。ね。インターネットを開けば、YouTube の新規の更新が今日もされてるっていう期待から YouTube を開く方いると思うんですよ。で、それは YouTube があるってことが、そのものがですね、もうすでに自分に価値となり、エンターテインメントになってるのかなと思うわけですよね。で、この、お億万長者合宿。 これもうすぐ、また1000話終わりますけども、今までにね、数千話やり取りをしてきました。まあこの動画もいつでも見ることができるんですけども、でもね、やっぱりさすがに数千話もあると、それからこれからも数千話取ると思うと、数万話取るかと思うと、もうね、とても見るだけでも追いつかない、聞くだけでも追いつかないし、全部は見たり聞いたりできないと思うんですよ。だけど一定の安心感としてね、億万長者合宿シリーズ、A まだやってるのってびっくりする面もあるけどもまああいつらなら1年後3年後5年後でもやってるだろうなっていう安心感はまたあるんじゃないですか、うん、でこの億万長者合宿はすでに合宿は1泊2日300万で終了してですねそして今はその億万長者合宿に参加した方に対しても参加してない方に対しても新しいメッセージを与え続けてると思うんですよ実際この億万長者合宿のやり取りの中で即歌塾という存在に気づいて そしてやり取りの中でなんかすごい価値の提供してるなっていう感じてる方がメッセージをくださったりします。でこれはね何もね私たちだけに許された特権ではなくってまさにどどんんんななな業界もも思考も誰かのね、一部を照らすすことは可能なんですよ。だから自分が考えた小さなこととかね自分が発見した、うん、ちょっとしたことこれもね遠慮なく情報発信すればいいと思うんですよ。そうすると 数少ない誰かの大いなる役に立つと思うんですよこれが今日私がお伝えしたかったことすべてですね数少ないニーズの大いなる部分を満たすことができるとうことですあなた自身が世界を変えることができるんですよねで、なんで世界を変えることができるかというとあなた自身が誰か一人のほんの小さな気持ちを動かしたその動いたその人の気持ちは次の人の気持ちを動かすんですよこれが連鎖されて 最初は小さいバブルだけどもその泡っていうのは世界中に広がって大きなねシャボン玉を作り上げるんじゃないかなと思いますね、まあ、ですんで今ねロシアウクライナで、えー、戦争が起きてますどちらかというとロシアが一方的にウクライナをその土地を取ろうと思ってね身勝手な戦闘を仕掛けてるんですよ武装した軍人が丸腰の市民を毎日のように殺戮しているっていう構図ですよね それを支持しているのがロシアという1億4千万人の国を治めているたった一人の人なんですよ。どうですかねこれ。今岸田総理が日本を仕切ってますけどもその総理がね別の国に行って「ちょっとあの土地欲しいから皆殺しにしてこい」っていうふうな命令を日本の軍隊に出した時に果たしてそれに従える人っているんですかねそれとも、 仕仕事だから仕方ないと思って従うんでしょうかでもこれは一体誰のためになってるんでしょうねどんな社会の一遇を照らしてるんでしょうかもしかしたらそういった事実を報道する報道機関の売り上げっていう面で支えてるんでしょうかね一体どういうことなんでしょうかそれでは本日は以上でございます。ちょっとねいつもと違ったようなね奥満がしくの動画になりましたけどもたまにはねシリアスに語ってみてました。 お疲れ様ですいってらっしゃい